マジで。おはこんばんにちは。うるせえよ、やめろよ。ありじゃないですか。おつじゃで、それは。滑舌悪じゃです。まずラジャ。前、ロックボタン押したぞ。あ、わかったぜ。昨日のビルディング動画第2弾を始めます。え、マジで？ちょっと、俺、築地作ってんすけど、はーい。お、築地、君さ、築地広くしたいでしょ？広くしたいけど。じゃあ、教えてあげるよ。細かいことだよ。来いよ、築地市場。どこだよ、ここ。俺、ここ。どれ？うわ、すごい。お前の寿司三昧はどれ？見せてごらん。これ、俺の寿司三昧。いいな、寿司三昧。これさ、横に広げたい場合なんですけども。あー、それわかんないよね。あ、じゃあ横これに、ここも壁抜いてこれ作っちゃおうか。ドン・キホーテも作りたいんですよ、いつか慣れたら。あ、なに？ここに作りたいの？もう一個。どうしよう。でも、ずれてるから。あ、でもこれだったら土台いらないんじゃないの？横だったら。あれ？この森どうやって入んの？ダンダンダン、ダンキー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 、この森どうやって入んだ、これ。あ、聞いてもらっていい？なんでも、なんでも、女も売ってる。ドンキーだ。うん、どうぞ。完全に檻じゃねえかよ、これ。えっとね。土台をさ、並べるとき、あ、てか、まずスナップモードとフリーモードのボタンあるじゃないですか。エチトに、それは勉強済みですよ、先生。で、1を押してスナップモード OK で、もう一回押すと、うん、ビルドモードオフなんでね、ディサブルになるから。うん、何回も押しみ？ディサブルとってなって、うん、なるでしょ。で、2も同じようにフリーモードとディサブルができる。うん。ですね。まずここで、スナップモードオンにしてください。うん、1ボタン押して、スナップモードオン。うん、アライメント。で、今、土台持ってる？持ってねえよ。使ったよ。あ、じゃあ、一個やれよ。ほら、これ拾って。ドンドンドン、ドンキー。はい。ビルド押しちゃうよ。はい。で、まあ、高さをある程度合わせて。あるじゃん。あった？うん、合ってるね。もう一個下ぐらいじゃん。合って。一個下だね。合ってるこれ、ほんとかい？合ってんだ。でさ、こう、それでさ、そのまま右の方行ってみ。びっくり。お、はい、か、お、くるんですよ。カチッとくるんですよ。ドンドンドン、ドンキドンキホーテホーテ、なんでもかんでも女持ってる。うわ、なんだこれ。ほんとっすか。これ、フォックさん、これ便利っすよ、これ。これ置いちゃっていい感じ。ドンドンドンキドンキホーテ、麻薬も女も銃器も売ってる。ひでえ。ブラックマーケットじゃねえか、ただの。これね、これ、見てください。こう、うん、ある一定の間隔までこうやってこの土台を離すと、パッてこうスナップするんですよ。来ました？あ、それ、うん。あれ、知ってた感じですか？知ってたか？知ってた。知ってた。ちくしょう、教えてくださいよ。ちぇー！じゃあ、置いちゃうよ。うん。ここ段差があって登れねえんだけど。でも、そう、だからその小技も次教えてほしいの。タロさんのビルドの、設置するよ。スキルがすごい上がってる。設置するよ、タロさん。設置するよ。あ、いいよ、別に使っちゃっていいよ。やった、でっかい。いきなりこれ。やっていくと、上に多分、フロアをバンバンバンって、2つ置けるはず、ここに。うん。やった、いきなりドン・キホーテになるかもしんない、俺。始まったね。始まったね。でもどうすんのこれ。で、そこにね、拡張の扉をつけて、うん、階段つけて。うん。あ、夜なんの早いな。ね。満月じゃねえか。もうここをさ、ちょっと斜めの台とか埋め込もうかなと思ってたんだけど、どう、うん、まず階段が。いや、まあ別にどうぞ。音がでかくなってきた。壁側はどうすんの？え？壁側はこれ抜いて棚を置こうかなと思ってんの。で、棚でゾンビが入ってくる可能性がある場合は、ここのね、今俺が立ってるとこあるじゃん。ここにセキュリティドアを置いて、うん、そこの正面を棚にしようかなと思ってる。じゃあさ、ここのさ、今壁あるところの壁1個取っちゃってさ、ここにつけちゃえばいいじゃん。ああ、そうね。いや、一応ね、それ、そういうのやるの怒られるかと思って、許可がさ、ほら、こっちの左右の壁を埋めてないわけだし。ああ。ちょっとずつね、まだ閉店してるんで。まあでも外に繋げるのは後にした方がいいな、ちゅ。そうね。出入りフリーになっちゃうとあれだから、中側でまず作った方がいいな。オッケー。棚とかはスクラップメタルか。この階段教えてくださいよ、パイセン。階段ね、俺ちょっとまだ試行錯誤中なんだよ。俺次、階段の段階に行こうかと思ってたから。これ埋め込めばさ、上がれるかなと思ったんですけど。うん、いや、階、
L 字の階段埋め込んじゃえば地面に。これじゃダメなんすか？コストこっちの方が低そうなんですけど。ああ、ちょっと丸太切りながら考えようか。それか、それかさ、なんか高くしちゃえばいいじゃん、この位置自体を。え、高い、高く2階ぐらいにしちゃえ、中2階にしちゃえばいいんじゃない。なんで？いや、お客様と目線合わせたいんですよ、そこは俺は。いやいや、だからお客様にも上に上がっていただくような感じにしてで、1階じゃあ化粧品売り場？もうデパートになってきたよ、発想が1階、お、1階、うん、僕はね、ちゃんとお客様と目線合わせて商売したいんですよ。お、なるほど。うん、なんかドローンの音に聞こえてきちゃうな。確かし、まあもうちょっといろいろビルディング触ってみれば。そうね、うん、そうね、ゾンビだ、ゾンビだね、左の方だなですね。うん、ほっとく。うん、いいっすよ別に。うん、もう別に。あ、正面の玄関だと見るわ。うん、いやー、壁抜けしてきたりしないから嬉しいな。勝ったんだ俺たちは。勝った。いやー、これスナップしないよ太郎さん。俺エポックの開発者だったらそれはさせねえって言うわ。客観的に見てもそれはさ、それかうまいことポトンと落とせないのかい、それ。奥奥、ちょっとチェックするから、ちょっと合わせっから。おっ、手入ってるやつ絶対よ。お、屋根いいね、スロープの屋根になってんじゃん、ちょっと斜めってる。あ、いいよ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 、そのままダウン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 。あ、オッケー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 。あ、ちょっと待ってね、もうちょっと後ろ、こここんな感じかい。あ、あれ、もうちょい奥、もうちょい奥、奥奥奥奥に行かない、奥に行かないよ。あ、いいね、もう押しても奥に行かないよ。こっちで奥で外側に向かってもう少し進んで、もう押しても行かないよ。若干離れてよ。もうちょい下がり、ちょい下がり、もうちょい下げ、もうちょい下げ、下がり下がり下がりってか、違う違う違う、上に上げて、上に上げて、ストップ。もう少し後ろに戻って、後ろ後ろ後ろ。パーベキじゃない、これ。どうよ、 OK、 いいよいいよいいよ、落ちたよ、うん、離れよ、事故が起きるかもしれない。いいか、あー、落ちてる落ちてる。なんかアマさん、アマさん、それその状態だともうアマさん自体も離れて大丈夫だから、離れた方がいい、ビルディングの時間始まったら。うん、うん、いいよ。オッケーオッケー、どんどんどん、ドンキー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 ホテル、なんでもかんでも名前で。あー、かっこいい。あー、これすげえ、ちょっとおしゃれだな。いい、ファンタスティック。始まったね、これ。でも、始まった。なんか何気にちょっとお客さんの方に雨が全部行くけど。確かに。じゃーっちゃー、もうちょっと奥にして、屋根にしてやればよかったな。雨よけにしてやればよかったですね。いいね、いいね、これ。